ないのか。よし、じゃあこの機体でとりあえずエベレスト山頂の方を見てみましょう。着陸は厳しそうだけど、行くだけ行ってみましょう。まずここだな。ここが大変ですからね。ここ速度上げすぎると危ないんで、ここがな、はい、こっからフルスロットル。何ノットぐらいだろう。このままいけるかな。おっ危な危な。あ、ランディングギア格納できますね。速っ、めちゃくちゃ速いな。フラップアップ。わっ、パワーがすごい。ちょっと一度こっち側に逃げましょう。そのまま上がってきそうだな。逆方向になってるんですけど、若干離陸時引っかかってたな。わーすごいな。でも早っあっという間に1万超えましたね。あー、風が吹いてる。あ、スロットルを入れすぎた。警報もなるんだな。ただ旋回できない、早すぎて。これ上まで上がれるけど着陸は絶対無理だな速度が。よいしょ。ああ、もう13,000。すごいな。この機体いいですね。この機体であれ来たいな。あの西の島か、噴火ででかくなった島がどうなってるか見てみたいですよね。あれって小笠原諸島、父島の左側らへんでしたっけ。西側ぐらいだったかな。これだったらすぐ行けそうだな。わー、いいな快適そう。そして速い。ぐるーっと旋回してきましたね。でルクラ空港の東側なりか、ここら辺ですもんね。まもなく19,000超える感じか。これとか稼働してほしいですよね。ここら辺もやっぱ有料アドオンではないのかな。動かしたいんだよな。あ、電源系ここか。全然スイッチ系は見てないけど、でも分かりやすそうですね。あ、これタッチパネルのやつだ。いいやつだこれタッチパネル式だ。ほんと最新鋭だな、TBM。 あ、でも見えてきた。早っ。いやー、いいですね。スイスイと。あー、かっこいいなこの機体。あ、見た目めちゃくちゃかっこいいですね。こんな感じなんだ。これ実際にある機体ですよね。すごいかっこいい。ちょっとスポーツカーっぽいな。音もいいですね。あ、そしてもう見えてきた。あっという間だな。手前がローツェ、奥がエベレストなんだ。うわー、すごい景色だなこれ。え、どれだ、あれか。これがエベレストか。あっという間に登ってきちゃった
はい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 。おー、これか。最後どうやって登ってんだみんなこれ。エベレスト来ましたね。あーでもなんか登山道みたいの見えんな。これそうじゃないですか、登山道なのかよくわかんないけど、道みたいのがちょっと見える。でよく見るのはこっち側からなのか。いいですね、エベレスト来た。どんどん上がってっちゃうのこれ、高度が。これはすごい。前も、あ、なんか警報が鳴ってる。ん？どうした？なんか余裕だと思ったらなんか警報が。大丈夫？なんだ今の警報は。高度が上がりすぎた？でもまだ大丈夫ですよね。3万5千ぐらいまでいけるから。エベレストですね。こんな感じになってんだ。登ってみたかったな。着陸したかったですけどね。ここ着陸できるかな？そっから登山するか。ここら辺、ここら辺降りれそうだけどな。頑張って降りてみるか。多分8割方失敗しそうだけど。そう、降りるとしたらその部分ですよね。ここでへ、ここだな。はいはいはい、ランディングギア分かった。これ何ノットぐらいなんだろうな。ちょっともうちょっと音させて、はい、ランディングギアも出します。よし、この斜面ここですね。行けんのかなここって。よし、このまま。坂道だからな、どうだろう。80ノットぐらいで行くのか、これ。わー、でも岩が。岩きつそう。このまま。わー、思ったよりもデコボコしてる。ゆっくり。おっと、あ、なんかある建物が。よいしょよいしょ、なんか建物ありますね。やばい、いろいろ警報が鳴ってるけど、とりあえず着陸。無理やりすぎる。なんか建物がポツンと一軒あった、まさかの。まさかのポツンと一軒家ですね、エベレストのふもとに。なんだこの家。まさかのポツンと一軒、登山用のシェルターなのかな。あ、ベースキャンプか。ちょっともうちょっと上がって、もうエベレスト頂上からのあれ見たいですよね。こっからドローンで行くか。飛行機はここまでで、こっからは徒歩ですね。おお、静か。ゲームが変わるぞ、こっから。これも実際もこんな地形なのか。ちょっとこう、歩いてる風に。よいしょ、よいしょ。ああ、見えてきましたね。
こっから上がれんのかな。よいしょ、よいしょ。いいですね。巨人感ありますね。これよく見ますよね。こっからの景色。あー、すごい。足跡とか残ってないのかな。よく見たら残ってそう。あー、これ登山道あんのかな。よいしょ。あ、でもなんかちょっと跡が残ってません？この辺り。すごっ。こんな感じなんだ。こっちから上がれないですよね。ツルツルしてさ、あ、切れ目が継ぎはぎが見えるんですけど、これ見なかったことにしよう。現実でもここを通るの？すごいな。通れるのか。あ、ブッシュプレーンだったらここら辺着陸できそうでしたね。ここら辺比較的平らだ。あー、上がってきた。はい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 、はい、クレパスか、あれは。わー、で、こっからさらに上がるんだ。うわ、すごい。あー、いいですね。こっからよいしょ、よいしょと登って。あ、酸素量の地上の何分の1ぐらいなんだろう。よいしょ。あ、酸素ボンベないと無理だ。ほんとなんか足跡みたいのが見えるんですよね、これ。違う？わあ、すごい近い。実際はこのスケール感か。あ、これ地上も透けずに行けるんだ、こういう風に。ただやっぱ高さがちょっと欲しいですね。よいしょ、よいしょ。もうちょいですね。よーし。あ、まだある。ここじゃないんだ。さらに上にありますね。とんでもないな、これ。よいしょ。あ、草が生えてるけど。音が、あ、音してるか。まだあるんだ、これ。大変だな。あ、この上が山頂ですね。いや、これ最後きついですね。何回もこう頂上っぽいところがあるけど、ずっと登ってかなきゃいけない。よいしょ、よいしょ。草がすごい。実際は生えてないですよね、きっと。よいしょ、もう一息。ここが頂上かな。これかな。あれ、意外と土か、これ。おお、おお、来た。頂上来ましたね。エベレスト制覇。すごい綺麗。頂上からの景色か、これが。世界最高峰ですね。いやー、すごいな。ちょっと天候とか変えてみましょうか。旗立ったいですね。360度、ここよりか、高いとこはない。登山ゲームですね。あー、すごい景色だな、ほんと。これはすごいな。ちょっと、雲も出てほしいけどな。雪が降ってるともうこんな感じで真っ白になっちゃうんですね。はあ、やっぱ雲は少しあるぐらいがいいな。ちょっとあった方がこう高さがより分かっていいですよね。
いやー、いいですね。夕暮れ時はこんな感じになるんだ。いやー、これ夕焼け実際は見れないですよね。危なすぎて夜とか下山できないですよね。すごい、エベレストからの夕暮れ、あー綺麗ですね。こっから見てると実写だからなこれはいいな。山頂来てよかったですね。星空ですね、満天の星空。これも実際のあれですもんね。いやー、星座わかる人はあれかな、流れ星とか流れたらいいのにな。何のゲームかわかんなくなってきた、ほんと。世界最高峰からのご来光を見て終わりにしよう。まだ結構時間かかるか、これ。でも出てきたらもうすぐですよね、ご来光。ちょっと見えてきましたね。おめでたい。あ、ご来光来ましたね。あれ、VR でもすごそう。確かにドローンモードで VR やったらより没入感すごそうですね。おー。あー、出てきた。わーすごい。お正月ですね。あー、来た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 。上がってきましたね。おー、すごい遠くに見える。あ、ほんとちょっと眩しいなこれ。あー、おめでとうございます。来ました、おめでとうございますあー、出てきた、ご来光ですね。あー、ちょっとまた良さそうなとこ探して、フライトプラスちょっと見ていけるといいですね。